コーナー。頑張ろう。セルフィボンジュール、マドモス。おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した精神世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスドン。あれ、ククリン何してんの？貴様、チンチクリン。なぜここにいる？呼んでないぞ。呼ばれてないぞ。こうるさいクズども、とっとと負けて砂人形になるがいい。砂人形？とそうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。
ふん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 、ウォンチュー。ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトしてみよう。エクスプロージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オープンミュージック。ククリン許すまじ、みんなを解放するのだ。クーラ、このお家好きだけど、お前嫌い。ボスせよ。レディー、ゴー。フィニッシュ。You win。今日の天気は電撃嵐だ。この世界で俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドオーミュージック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 。こんなことは予定が。Congratulations!